肩まで伸びたストレートの髪を折り曲げた5本の指でかき下ろすような仕草をしながら、ずっと目線を上げてこちらを見た。目があったが、女が見ているのは僕ではないような気がした。私、夢ばかり見るんです。起きていても夢が私のそばにいて、いつも半分眠ってるみたい。起きていても夢の中。さやを紹介したこと、今頃になって少し後悔してるんですよね。僕のシナリオにはなかったことなんですよ。もっともまだエンドマークは書いちゃいませんけどね。私、人に物を食べているところを見られると吐いちゃうんです。食べるために生きているようで嫌なの。私、ダメなんです。ダメって？早く犯してくださいよ。それが僕のシナリオでのあんたの役目なんだ。僕には一生かかっても回ってこない役目ですからね。そんな役俺は引き受けちゃいないぞ。どのペニス。さやのいる投資図。こんな愛を見たことありますか？